始まりました東京スキャンダルクラブ。今をときめくセクシー女優さんたちと街でささやかれるエッチな噂さを検証していきたいと思います。聞かせた後の一言とともに挨拶していただきましょう。あ、もう出ちゃったの、入れたかったのに。 S1 の栗原です。ありがとう。かわいい。あ、出ちゃった。お掃除フェっていい。お掃除フェっていい。専属佐々木咲です。今週のゲストこの2人でございます。どうも、トム・ブラウンの布川です。ダメ。早速行きましょう。今回検証する噂はこちら。今夜あいつの〇が丸裸になるらしい。俺のトム・ブラウン編。お目当ての A の時にどんなタグで検索するのか、はい、そこには自分なりのエロの趣味趣向、これ詰まってるんじゃないかと。はい、確かに、ね。はい、今回番組ではに関するタグ多数用意しております。撮影で伊藤さんがこう、いやもうこれもう限界超えるみたいな時はやっぱありますか？超えあります。あ、私人生で初めてかも。本当に撮影で本当限界突破。限界突破、おかしくなりますね。おかしくなる、うん、何回もある。今のタグを全部見てみてね。どうですか、さくらさん的には。ハードな方ですよね。ちょっとサイコパスっぽさ、なんか笑顔の裏の、はい、サイコパスっぽさを感じて。打ち合わせの時いいですねいいですねって言われてそんな空気になるんですか？それはしょうがないです。それはしょうがないです。バカみたいに汗かいてますよ。あなたがはめたことは分かってるんですよ。おお、すごい。お茶分かってんだ。あ、すごい。やろ